カーラはホテルアートが気になります。なぜ？彼女がシトリックスを導入して仕事をしているから。つまりファイル送信やクライアントとの共同作業の安全性に悩まなくなったから。仕事の悩みが減ると他のことを気にする時間ができる。例えばアーティストの存在に思いを馳せるとか。こんなに美しくアーティストを痛めつけたのは誰なの？そしてアーティストの心の虚しさはついには埋められたの？